富永です。アマムワールドアムアム、本日のゲスト空気階段です。ありがとうございます。いや、なんか今日風の噂で空いてるって聞いたんで今日オープンしてます、はい、来ちゃいました、はい、いやさっきまでライブで、ライブ終わってはけてきた時、袖でモグラがこの後増田さんがなんか呼んでるんだけど、行くって言う店扱いになって行く行くって今日やるゲームなんですけども、はい、はい、I Love Perfume というゲーム。I Love Perfume。はい。僕はこれは、はい、実はそのこれも風の噂ですけども、新しいゲームができた。なんか Perfume っていうらしいぞっていうのは聞いてたんですよ。はい、ちょうど昨日あの岡野陽一さんから増田がとんでもないゲームを開発した。もう岡野君って言ってるの。そうなんですよ。マスじゃ呼ばないとね、確かに出てほしいですね。パフューム3人のカード、はいはい、3枚これ持って、セットはいはいはい、場に伏せます。はい、今じゃ例えばいいですか。例えば、はい、今選んで伏せていいですか。はい、セットしたらもう変えれないんですけど、はい、で、みんなセットし終わったら、はい、1人ずつめくっていくんですけど、はい、チョコレートディスコ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 ってこれ見て、パフューム3人が揃ったら1万円です。ちゃんとパフュームが揃ったら、パフュームになったら、はい、1万円。これで3回やって、はい、1回揃えば1万円です。え、3回チャレンジできるの？3回チャレンジできる。え、簡単すぎですか？例えばあーちゃん3人このあーちゃん出してしまった場合は、はい、その時点でゲーム終了です。え、あーちゃんでもノッチでも3人同じだったら終了。まあとにかくバラバラな 2-1 とかなら3ゲームまでいけるっていうことですね。そうです。しかも相談ありです。えコンビで、コンビで、え、じゃこれは僕ら対増田さんってことですか？え、じゃ相談ありってもう3人とも同じやつが出る可能性はもうないじゃないですか。でもその相談をこっちも聞いてるよっていう、あからさまにあと見せながらもう置いちゃうとか。まあ、なしだな。これはもうコンビで1万になる。だから5・5で分けるか、まあ1・0で分けるってもいいしね。それはお任せる。ちょっと安いんですね。そう、レートがちょっとごめんね。コンビでの3回になってしまうんで、まあ、だから3回できるってこと。そう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 。あ、このパフューム中にさらにモグラが泣けたら、じゃあ1万円泣くよ。あったら泣く方に行くよ。泣く方にカジキ行く。これアマムメンバー誰と対戦したいですか？その人から1万円。おばさんです。おばさんで慣れてない感じが出てましたね。なるほど、はい、あ、そうだね。ちょっと、もうこの時点でもう流れ来てるようなもんですから、確かに、確かに初めてを引き当てた。初めてを引き当てた、ね、もう今日チリと負けさせますから。仕上がってんな、研修みたいな仕掛けを追いさせて。ファーストディスコ全然見ててない。怖え、怖えな。おばさん持ってるカードは、うん、全部バラバラですよね。バラバラバラ確認してもらって。熱で変わる。過去に不正がたまにね、こっちが出したカードに合わせてそういう熱で変えさせるみたいな可能性があるからね。まあやってこないと思いますけど、やられてたらやっぱたまにやからないですね。空気階段のね、やっぱチームワークも重要ですね。重要だから、でそれをどうおばさんが妨害するか、うん、妨害役ですから。え、おばさんも決まってるんですか？いや、私は一旦だから2人の感じを一回見ようかなっていう。あ、じゃあ例えばこの先におばさんに出してもらうみたいなのはやめた方がいいんですかね、これは。あ、いや、でも、まあ、全然いいよ。そう、誰が出すとか特に決まってはないけど、でも私は先に出さない、そう決めてる。いや、もう先に出してくださいよ。先に出してもらった方がことは進めやすい。いや、そうですよ。
そうだよな、先に出してもらったらもうそれかぶんなければこっちはいいんですから。じゃあ一旦これ出しとく。おお、あ、まだセットじゃないよでも。はいはいはい、うん、でなんでこれ選んだんですか。この人かな、まずは。好きなんですか、一番。一番好きではない。じゃあなんでまずは、まずはこの人行かせようかな。戦場だとして。オッケー、分かった。お、え、もう分かった。でもこれセットしてないんですよ、まだ。セットはまだしてない。分かった。じゃあ俺は、はい、比較的モグラの嫁に似てる人。おお、うん。おばさんはちなみにモグラの嫁さんには会ったことは。会ったことはない。写真を見たことはあるはず。うわ、危ないじゃん、じゃあ。いやでも当の昔で。あ、戦場に送り込むタイプと、うん、僕今の奥さんですよね、うん、じゃあもう司令塔みたいな方を出させていただこうかなと思います。司令塔、はい、はいはい、まあこの方ですよね、塊も、はい、もうこの方ですよね。お子さんがセットすればセットしようかなと思ってます。変えます。で戦場に送り込みたい人じゃなくなったってことでしょ。でもでも俺の中での戦場に送り込みたい人はモグラの嫁とは違う人なの。俺の中でもそう、うん、でしょ、うん、でモグラは司令塔的な人を、司令塔的な人を今私は出してます。司令塔的って戦場に送り込みたい人と違う人。いや、司令官です、つまり。戦争がいいですね。司令官、司令官です。送り込ませる側の、ね、軍師ってこと。作戦の軍師というか、はい、なるほど。え、今じゃあどんな感じの人に入ったんですか。モグラの奥さんの記憶をたどった人。うわっ、オッケー、うん、じゃあ変えます。さあ、塊は変える。変えた。俺は変えない方がいいか。じゃあ俺は変えない方がいい、うん、塊は戦場にしたってこと。僕が戦場にしました。うわ、司令官にした。司令官にしたってことは、じゃあ俺は奥さん。奥さん。セット。お。お。セット。お。はい。え、いいよねこれもうね。いける。多分俺の中では合うと思います。絶対いける。タイミング揃うと思います。お。セット。はい。せーの。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ。おい、バカ野郎。おい、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 だから僕は司令官と送り込みたい人の認識が違いました。奥さんは合ってましたね、僕。奥さんがノッチ。奥さんノッチ。私も奥さんノッチだった。司令官が、あーちゃん。うわ。で、送り込みたい人はもう歌手家でしょ。おい、嘘、全然分かんない。前線が一番強そうだろ。危ねえ。この人最前線にいたら強いって。絶対あーちゃんの方が強い。攻略できるわ、うん、3000貸しな、もう今の。今発生してる。2万返せよ。貸してんだ。貸してる。おかしいですよね、ここ合ってたんだから。危ない。ラーメン好きなんですよ、うん、ラーメンでね、ちょっと表すならみたいなのもいいよね。え、豚骨とかはってこと。そうですね。醤油、塩とか。塩とか。僕はモグラの中である程度ラーメンの味に例えれるんだ、3人。そうですね、へー、はい、ちなみに今何出そうかなと思ったんですか、味で言うと。二郎系かな。あー、二郎系、うん、二郎系ね、うん、確か二郎系いますもんね。二郎系出そうとしてるんですか。そう、いや、だったら俺、そうですね、鶏白湯行こうかなって思ってますね。どれなんだマジで。じゃあ俺塩でいい。塩、塩、塩、塩いる。塩、塩いるよ。トリファイター、ジロー、担々麺じゃなくて。担々麺、担々麺、
高円寺のに住んでた時、高円寺は今でも住んでるけど、一人で住んでた1万7000円の、うん、家賃の、うん、家の時の、うん、大家さんに似てる人がどうかな。めちゃくちゃ綺麗な大家家賃6ヶ月滞納したら、お前は人間のクズだって灰髪をしてきたら直でね、直誠意を見せてくださいっていうか、張り紙は誠意を見せてください。大家さんを出そうかな。じゃあ私は大家さんを出そうと思います、はい、その大家さんを出します。おばさんもその大家さんを出す、うん、これは絶対に知らないから。そうだね、絶対知らない。おばさんも大家さんも絶対知らない。絶対知らない、うん、塊は知ってるの。僕は知ってます。私も出しちゃう、その大家さん。大丈夫だ、惑わされるんです。高円寺住んだことないですもんね、だってさんはね。高円寺はない、ね、私は決めました。はい、はい。え、おばさんは何ですか。大家さん、大家さん。だからここが合ってれば、あ、完全に読まれてるってことでね。はい、はい、オッケー、はい、わかりました。おお、え、セットセットセット。さあ、セカンドディスクでいきたいと思います。頼む、いきます。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、チョコレートディスコ。うわー、何やってんだよ。あああああああ、マジか、俺絶対いけたかも。だからこれが大家さん、ノッチが大家さんっていうのは、大家さんでしょ、絶対ノッチが大家さんだったんですよ。で、多分タマさん知らないなりに大家さんだって言うってなったら、絶対菓子屋は大家さんの髪型じゃないから。いや、もう顔が大家さんじゃん、菓子屋が。顔大家さんじゃない。いや、あーちゃん絶対大家さんじゃない。あーちゃんが絶対大家さんじゃない。もう、いや、そのなんか張り紙してきたみたいな情報で、張り紙しそうな人っていう。そう、張り紙しそうな人って僕は戦争の最前線に行くから強い人なんだよ。ハート強いから、ね、今のは怖かったよ、だって。いや、絶対いけたと思った。大家さんで外したから、もう確かに怖かった。今だ、一個軸を決めて、で、おばさんの裏を書けばいいんだ。いや、ずっとやってんだよ、それ。厳しい。信頼失ってるよ。バチバチだね。この2回で信頼完全に失ってる。いや、別に塊だけのせいではないからね。せいですよ、全部かぶってるよ。おばさんと。ちなみにさっきラーメンの聞いとく？さっきのラーメンいいんですか？ラーメン二郎。二郎とファイターと塩。はい。もう誰だったか、もう出しちゃう。これなしで。うん、はい。ジロー出されます。はい、じゃあ僕はパイタン。あ、じゃあ塩。パイタン出しますね。はい、これリハスね。これナスのやつ。これナスのやつ。試しのやつ。チョコレートディスコ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 。おい！パイタンだろこれ。塩だよ、塩。どっちパイタンなんでよ。塩あーちゃんよ。ここはだって完全意思疎通できてるもん。二郎系はもうね、二郎系はもう歌手が入らないあーちゃんだったよ。あーちゃんのイメージは、あーちゃんは塩よ。あーちゃんじゃないな。リリハだから今、リハ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 てか全部疎通ができてる、疎通できてる、ね、なんかじゃあ3人の思い出みたいな、あーやっぱりその一緒にユニットコントとかやってたから、ジャパニーズエイリアン、セオ、作家のセオ、もうジャパニーズエイリアンからずっと一緒だから、はい、で僕今空気階段のもうね、まあ作家さんってますね、うん、はい、きっかけはジャパニーズエイリアン、きっかけはジャパニーズエイリアンです、うん、
そもそもきっかけはだからおばさんが池袋駅で近くに歩いてた背を見つけたっていうスカウトしてる自転車置き場で自転車置き場背負に付き合ってもらいたい人なるほど、背負に付き合ってもらいたい人を出すんですか、うん、僕マジ一択だな。そうかぶっちゃってからね、だからここからずらす作業、うんうんうん、おばさんはもう背負に付き合ってもらいたい人を出すんですね。出します。本当空気階段ファンじゃないと分かんないかもしれないぐらいでそうです。何度も何度も職質をされ続けた結果、あの職質を顔パスでスルーできるマジのなんか変人作家というか、そうです、はい、ああ瀬尾さんでしたか水川のお母さん出そうかな。あうわあかんねえ。多分水川のお母さんは瀬尾に付き合ってもらいたい人とは多分違う人だと思うんですよ私。はいはい、はい、なるほど。はい、水川のお母さんを出そうと思います。塊はどっちにも当てはまらない人を出すってことね。はい、瀬尾に付き合ってほしい人はこの人しかいないかな。いや俺もねその人に付き合ってほしいと思ってるんですよ。そう僕もそうですね。疎通ができてるな、まあだからその人ではないんでいけるとは思います。はい、セット。おいっ、おっ、変えますか。なるほど、セット。おお、瀬尾に付き合ってほしい人です。なるほど、付き合ってほしい人、塊のお母さん、はい、背負い付き合ってほしい人、出してないと踏んで、はい、なるほど、ファイナルディスコ、はい、行きたいと思います。せーの、チョコレートディスコ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 。おい想定できて、なるほどね。いやマジうわストレートに、だから絶対次いや俺は瀬尾に付き合ってほしい人は俺はもう絶対に絶対にあーちゃんだから、それはみんなあーちゃんだったってことだった。裏を狙いに行っちゃったから。なるほどね、おばさんがストレートで来てないと、ストレート来てないと思ってストレートあーちゃん、あぶねえ。1万かしら走りなった。それはでももうだって3戦連続の結果はね、いや危なかったな。だってここは絶対に被ってなかったわけですから、それはもう過信になっちゃう。なんだよそれ。うわ、勝者おばさんでございます。うわ、よかった。ということで残念ながら空海では今回ダメだったんですけど、またぜひ1万円ゲームしに来てください。いや絶対勝ってたろこれ。おばさん負ける流れだったもん。おばさん指名した時点で勝ちだったのよ本当は。ダメ上がった。ありがとうございます。ということでチャンネル登録、そしてゲットボタン、空海団の応援もよろしくお願いします。ありがとうございました。ごめん。